音韻論、音韻論、音韻論は言語学の一部に言語の構成要素である音声、言語音の機能を研究対象とする。音声学に依拠するが、音声学が言語音の物理的側面に焦点を当てるのに対し、音韻論では言語音の機能面に着目して抽象化を行う。ただし、研究の方法や抽象化によって定義された概念は、学派により、 大きく異なる。音声学と音韻論の分離に貢献したのが、プラハ学派、プラーグ学派である。この学派は、ソシュールのラングとパロールの区別に影響を受け、音声におけるラングの研究として、音韻論の確立に努めた。つまり、音声におけるパロールを研究するのが音声学であり、ラングを研究するのが音韻論ということである。音声言語において、 私的意味を区別する働きを持った最も小さな音の単位を音素という。例えば、パン・ PA、とバン・ B a 写種はそれぞれ異なった私的意味を持っているので、この区別をしている P と B はそれぞれ日本語において独立した音素である。これに対し、朝鮮語では P は語頭に現れ、B は五中に現れ、両者は 知的意味の区別に関与しない。この場合、朝鮮語における P と B は一つ音素の4であるという。音素の定義は厳密に言えば学派により違いがある。また、音素をどのように定義するか自体が音韻論における主要な研究テーマの一つだとも言える。音韻論のうち音素に関して研究する分野を特に音素論と呼ぶことがある。なお、 音韻論の学派の一つである、生成音韻論においては、音素という概念を否定している。ところで、音素の並び方は言語によって異なる。例えば、英語では、ストライクの STR のように、子音は、音節頭で三つ続くことがあるのに対し、日本語では、このような配列は、不可能である。また、英語でも、音節頭で STR は可能だが、TSR や、 RTS のような配列は不可能である。このような音素の配列について研究する分野を音素配列論と呼ぶことがある。P と B の対立においてその違いを突き詰めていくと有性か無性という違いに行き着く。また P は良心音か歯茎音かという点において T と対立している。このように 音素をその特徴に細かく分解したものを、弁別、的蘇生、弁別、的特性、弁別、的特徴などという。この考え方は、プラハ学派の中で生まれ、この学派の代表的人物の一人で後に、アメリカに渡ったヤーコブソンによって、さらに発展させられ、生成音論へと受け継がれていった。音声のうち、高さや強さや、長さに関する特徴を、陰律という。 これは、音祖と並んで、音音論の研究対象の一つである。学派によっては、音祖と並行的な概念として、音律祖を立てることもある。また、この分野を、音律祖論と呼ぶこともある。音律には、アクセント、成長、イントネーションなどが含まれる。この分野では、アクセントの強弱、位置や語尾の上げ下げなどの研究が行われている。20世紀初頭。 ソシュールの影響で構造主義の立場からの言語学が盛んになり様々な学派が現れた。代表的なものとしてプラハ学派、プラーグ学派、コトリ学、コッペンハーゲン学派、ロンドン学派、インリツ学派、ファース学派がある。これら各学派で独自に音韻論の研究が進められていった。ロシア、旧ソ連の音韻論は ロシア革命以前はヨーロッパの構造主義音韻論と密接な関係にあったが、ロシア革命以降は独自の発展を遂げた。代表的な学派としてはモスクワ学派とレニングラード学派がある。アメリカでは20世紀初頭、サピアやブルームフィールドが音韻論において主導的役割を果たした。このうち特に影響力があったのがブルームフィールドである。 彼に影響を受けた研究者たちは、ブルームフィールド学派内思考期、ブルームフィールド学派と呼ばれる。一方、プラハ学派の代表的学者の一人である、ヤーコブソンが、第二次世界大戦の戦火を逃れて、アメリカに渡ったことにより、プラハ学派的な音韻論もアメリカにもたらされることになる。ヤーコブソンは渡米後に弁別蘇生の理論を発展させ、ファンと、ハレとの協調により、 音声分析除雪を発表した。これは、後の生成音韻論に影響を与えることになる。20世紀半ば、ノームチョムスキーが生成文法を唱えて、言語学に革命をもたらすと、生成文法の観点からの音韻論研究が行われるようになった。これが、生成音韻論である。初期の生成音韻論の出発点と言えるのが、 チョムスキーとハレの強調 The Sound Pattern of English である。ここでは音素という概念を用いないなど、それ以前の音韻論とは大きく異なる理論を打ち立てている。その後、多くの研究者が加わることで、生成音韻論は理論的変遷を遂げていった。今日ではプリンスとスモーレンスキーによる最適性理論が最新の理論として注目を集めている。 日本では、プラハ学派とブルームフィールド学派の音韻論の影響を大きく受けてきた。代表的な学者として、有坂秀夫や服部ト郎がいる。また、生成音韻論の登場以降は、アメリカに留学した学者を中心にして、生成音韻論的な研究も行われるようになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。